ミーホバ岩から見た、ヤボジツェさんテルチから見たヤボジェ、ヤボジツェさんヤボジツェさんから見たテルチヤボジツェさんは、ボヘミアモラビア高地の最高峰。テルチ市から西北の方にある9キロほど離れた山です。山頂は、広々とした信用樹林の中に隠れていて、166メートルも高いテレビ送電塔がそびえています。ヤボジツエさんの南の斜面は、 東南から西南への景色の眺めを楽しめます。その他に風景の眺めが良いところとしては、石山の二島からなる近くのミーホバイワが挙げられます。登山口は2つあって、歩いていくか自転車でしかアクセスできません。その一つは東の方に3キロ離れたジャースナー村で、もう一つは南にあるスベトラー村からも登れます。距離はたった1、 5キロメートルジャースナーには、池付のオートキャンプがあります。最寄りの駅は、イフラ橋とベセリー市の間の路線にある、イフラーブ海域で、距離は6キロあります。山頂の北の斜面の、おおよそ5 0 0ル離れたところには、避難所があって、そこに、救い主の井戸という泉があります。また、東北の方へ進むと、上記のミーホバイワにたどり着きます。 ヤボジセ山から東北の方7キロやテルチ市から北の方へ7キロ行くと観光地になっているロシュテイン城というロマンチックなお城に着きます。それらの見どころはサイクリング専用道路網がよく整備されているので特に自転車で簡単にアクセスできます。オンラインマップ GPS49.221015.3396 ありがとうございます。